一本列島、一本列島とは、1988年、昭和63年3月13日の、青函トンネル開業と、同年4月10日の瀬戸大橋開業によって、旅客鉄道、貨物鉄道7社の路線がすべて線路で結ばれたことと、それに伴って実施されたダイヤ改正に対する、日本列島と一本を掛け合わせた、JR のキャッチコピー及び鉄道ファンなどの間における、 通称名である。本州と九州の間は1942年、昭和17年の関門鉄道トンネル開通以降、関門国道トンネル、関門橋、新関門トンネルが次々貫通して一体化が進みつつあったが、北海道、四国との間は戦後も長らく陸上交通では結ばれておらず、日本国有鉄道、国鉄の運営していた、青函連絡船、 宇宙連絡船、ひとし掘り連絡船、さらに民海航路で連絡するという時代が長く続いてた。それでも戦前から、橋内市はトンネルによって日本列島四島を結ぼうという構想はあり、1954年、昭和29年の東山丸事故や1955年、昭和30年の四雲丸事故を受けて、青函トンネルと瀬戸大橋建設が決定。 前者は1961年、昭和36年に、後者は1978年、昭和53年に着工された。しかし航空機と自動車の時代になったことから、完成する頃になって、特に青函トンネルは鉄道しか通らないことから、無用の長物と化すだろうという声が強くなり、トンネルごとセメントを流し込んで固めてしまえとか、 石油の貯蔵庫にしろなどという意見も出るありさまになったという。当初は北海道新幹線計画の一部として、青函トンネルを整備する予定であったが、整備新幹線計画の凍結が国鉄改革の一環として定められた結果、在来線として整備しなければならなくなったので、なおさらのことであった。また1987年、昭和62年4月の、 国鉄分割民営化によって成立したものの、経営基盤の弱い JR 北海道や JR 四国が、青函トンネルの保守費用や、瀬戸大橋の通行量を捻出する子ができるのかという、声もあった。それでも建設したからには使用しなければ無駄になるということで、分割民営化の翌年になる1988年、昭和63年に両路線を、 予定通り在来線の海峡線、津軽海峡線、本市備山線、瀬戸を発車線して開通させることが決定。前社は3月13日、後舎は4月10日に開業した。この時 JR グループの作ったキャッチコピーがレールが結ぶ一本列島であった。後にも先にも JR グループ全体でダイヤ改正を PR したテレビ CM を 放映したのはこの時だけであり、各社が独自に制作した CM も別にあり、JR 東海では当時、中日ドラゴンズの主力選手であった、落合博光を起用したりもしていた、以後は JR 各社が独自にダイヤ改正をアピールするテレビ CM を制作することとなった。またこれにより、JR グループ発足後初のダイヤ改正が実施された。その主な内容は、 下記の通りである。津軽線の中小国駅、実際の分岐点は、新中小国信号場から、江差線木古内駅まで、青函トンネルを挟む 87.8km の路線が海峡線として開業し、さらに営業用の愛称として、青森駅函館駅間が津軽海峡線と定められた。なお開業日の3月13日には、 青函連絡線と海峡線が同時営業を行ったため、青森駅、津軽海峡線箱館駅、青函連絡線青森駅という一周、片道乗車券が購入できた。これに伴い、下記のような本州と北海道を結ぶ旅客列車が新設された。瀬戸大橋を挟む宇野線の茶屋町駅から予算線、当時は、 予算本線の宇多津駅の間 31.0km が本市備参線として開業。茶屋町駅小島駅間は、瀬戸大橋博の開催に合わせて3月20日に、先行開業し、前後の線区も挟んだ岡山駅高松駅間に、瀬戸大橋線の愛称が与えられた。なおこの段階で、向こう連絡線の航路自体は廃止されず、1990年、平成2年3月まで、 急行便が両岸住民の便を測って設定入れていた。これによって新設された旅客列車は下記の通り、四国管内においてもかなり大規模なダイヤ改正となり、潮風、南風が岡山方面への特急列車にこうした関係で、高松駅発着の特急列車は石槌、四万都に愛称名を変更た。また高徳線では、急行、室戸、淡が、 特急、渦潮に格上げされた。予算線、土産線の急行列車に関しても一部列車が存続したが、大幅に特急列車に格上げされた。なお瀬戸大橋線開業直前の4月1日には、中村線が土佐黒潮鉄道、中村線に移管された。3月13日には、他の JR 各社でもダイヤ改正を実施した。 JR 各社ともこのダイヤ改正では、地方都市圏で普通列車の大幅な増発を行った。なお、改正に前後して、JR 各社では、前日の中村線の他以下の、各路線が廃止された。この改正によって、明治以来日本の輸送体系の大きな柱であった2つの鉄道連絡線の運行が終了した。都市間の到達時間は、 船より数倍高速な鉄道に切り替わったことと、長い桟橋を歩く乗り換えがなくなったことで大幅に短縮され、特に貨物は、港湾での積み替え作業が不要となる、シームレス輸送の実現により、速達性や利便性が大幅に向上した。青函トンネルが開通したことにより、青森、函館間は従来約4時間かかっていたものが、約2時間に短縮された。 その結果本州と北海道各都市間の到達時間もすべて短縮されることになった。しかし、青森と函館の間はもともと長いトンネルを挟んだ過疎地であり、津軽海峡線に限れば沿線地域に対する影響は少ないと言える。そのため、2002年、平成14年12月1日のダイヤ改正で、青函トンネルを通る快速列車、普通列車は運行されなくなり、 青森函館間を通して運転されるのは特急列車のみとなっている。なお、津軽海峡線は当初物珍しさもあって盛況であったものの、当時は高価だった本州と北海道を結ぶ航空便が利用しやすくなったことなどから、次第に利用客数が減少し、1996年には青函連絡線最後の年である1987年の水準を下回ることになった。ただ、 新大特急、北斗星や、カシオペア、トワイライトエクスプレスなど根強い人気がある、豪華列車が往復し、JR 各社の収入源の一部となっていた面もある。また国鉄分割民営化、JR 各社発足後、国鉄時代には、減退気味だった、貨物輸送が拡大に転じた要因の一つにもなった。貨物特急スーパーライナーの中でも東京、札幌間の便は、 花形路線であり、その運行効率化に沿って、機関車の開発も行われてきている。また近年のモーダルシフトの流れから、航空便よりも低い環境を負荷で、本州から北海道内陸部の札幌までシームレスに輸送できる手段とて注目されている。また、2005年、平成17年には、北海道新幹線の先行建設区間として、 青函トンネルを含む品青森駅から新函館北斗駅間が着工され、2016年、平成28年3月26日に開業した。瀬戸大橋が開業する前、道路は良いにしても、鉄道の利用客は少ないだろうと予測されていた。しかし実際に開業してみると、道路の方は通行量の高さが災いして、右こう航行路などを引き続き利用するドライバーが多かった。 ことから予測の半分の交通量しかなかったのに対し、鉄道は、盛況で、マリンライナーの毎時1本を2本に増発しなければ、ならなくなるほどなった。瀬戸大橋を経営する岡山、高松間は、連絡船への乗り換え時間も含めて、約2時間かかっていたものが1時間以下に短縮された。特に、海峡を挟んだ小島と境での間はわずか十五分で、結ばれ。 東京、横浜間より近い距離となった。この結果、瀬戸大橋の開通は、周辺の各都市間を完全に通勤通学の可能な区間とし、通常の買い物にも気軽に橋を渡って、対岸のショッピングセンターを利用するようになった。また、以前から、向こ連絡線と、宇野線を乗り継いで通学する者はいたものの、橋の開通によって近くなったことで、 瀬戸大橋線を通り、香川県から岡山県へ通学する学生が増え、過疎化を招くと、香川県を嘆かせた。瀬戸大橋線には、前述のように、特急列車以外にも多数の快速列車や、普通列車が設定された結果、地域の足として定着することになった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。